ペシリンは、細菌感染症の治療に用いられる。近年開発されたベータラクタム系抗生物質の一つである。ペニシリン系抗生物質に属する。構造は、ほとんど、アンピシリンと同じだが、腸からの吸収性が良いことから、経口摂取薬として用いられる。アモキシシリンは、ベータラクタマーゼ酸性微生物による分解を、 受けやすく、分解を避けるためにクラブラン酸と一緒に供されることがある。1972年にビーチャムによって開発された。日本では共和発酵キリンがパセトシン、アステラス製薬がサワシリンの商品名で販売する他、ほか様々な抗発医薬品が存在する。アモキシシリンは微生物の細胞壁の合成を阻害することによって効果を発揮する。これは グラム陽性菌の細胞壁の主成分である、ペプチドグリカンサカンの過強を阻害する。アモキシシリンは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の一部に効く、中程度のスペクトラムを持つ、抗生物質である。例えば次のような菌に効果を持つ。連鎖球菌、ペニシリン感受性の肺炎球菌、腸球菌、ベータラクタマーゼ非生産性の以下の菌、インフルエンザ肝菌、リン菌、 髄膜炎球菌、大腸菌、プロテウス菌、サルモネラ菌、ペニシリナーゼ生産菌、特に、ペニシリナーゼ酸性黄色ブドウ球菌、リン菌、アンピシリン抵抗性のインフルエンザ肝菌、緑膿菌、肺炎肝菌、エンテロバクター属のすべての種、インドール陽性のプロテウス菌、セラチア菌、シトロバクター属、大腸菌をはじめとして、以前は、 本剤が有効であった菌が、ベータラクタマーゼを獲得し、無効となる例が近年増えてきた。一方、インフルエンザ間菌における抵抗性は、それとは異なったメカニズムである。酸水和のアモキシシリンは、蛍光用には、カプセル、錠剤、酸剤の形で手に入る。酸水和、または、ナトリウム塩の形のアモキシシリンは、ベータラクタマーゼ阻害剤である。 クラブラン酸カリウムと組み合わせて使われる。この合剤はグラクソス,スミスクライン社よりオーグメンチン、クラバモックスとして販売されている。オーグメンチンはグラム陽性球菌と嫌気性菌に強い殺菌作用を有する。アモキシシリン水和物の炭剤とアモキシシリン水和え物とクラブロン酸カリウムの合剤の使用方法の違いがしばしば問題となる。これは 添付文書上の追加治療が、前者が20から4 0ム、キログラムを超えないことであるのに対し、後者が9 0ログラムであること、また、前者は追加治療を3から4回に分けて投与で、あるのに対し、後者が2回に分けて投与であることに起因する。処方医側の処方医とと薬剤師側の疑義紹介義務、レセプト業務とのせめぎ合いが起きる。 クラバモックスの薬価秀裁が2010年5月と比較的新しい薬であることから切り替え時やその処方箋受付経験のない保健薬局に届いた場合特に問題となる副作用はベータラクタム系抗生物質の副作用に準じる吐き気や疲れやすさなどであるありがとうございます